ゼロさん20周年。ロゼ・ウィンデル・オデュッセイア。オデュッセイア帝国の第二公女にして帝国の守護を強制されてきた生きたご神体。これは夢じゃない。覚えていないのか。なぜお前がここに来たのかを。お前が最も愛する双子の姉はどうした？姉様。運命を変えたいか、奇跡を望むか。ロンググッドバイマイハニー。ロゼ、ここを出て一緒に世界を見て回る約束をしただろ。その時が来たのだ。今なら見張りもいない。行こう。姉様、本当に良いのですか？この服を着ればそなたは私の付き人に見えるだろう。姉様、旅の荷物は。胸が張り裂けそうな緊張感が伝わる。向こうで用意している。初めての靴は痛くないか？はい、大丈夫です。呼吸すらままならないほどに。すぐそこに馬を用意している。急げ。ロゼ、大丈夫か？肺が焼けそうに熱い。これは何の匂い？大地の匂い。あ、生きている。命の匂い。なんて優しい。それは自分は生きている初めての体感。月がどこまでもついてくる。なんという美しさ。姉様、きっと。しっかり捕まって。見つかったら最後だ。きっと今が最高の瞬間なのです。逃げ切るのだ。そなたをこれ以上踏みにじらせるわけにはいかない。たとえそれが神の定めであったとしても。神託により定められた運命。帝位継承者に双子を生まれるは国を分かつ協調の印。黒を選びし赤子を幽閉すれば協調は転ずる。あらゆる薬剤を吸収し国を守護する強大な力とならん。神託は本物だった。ロゼを塔に幽閉すると、これまで幾度も降りかかってきた天災や紛争がピタリと止んだ。あの塔には第二公女がいるらしい。噂によると呪いや炎までも吸収するらしいぞ。あれこそ国の汚れ、不吉な双子だ。恐ろしい。民衆は当然のように穏やかな平和と豊作を享受し、ロゼを忌み嫌った。そなたの犠牲の上でしか成り立たない幸福なんて虚構でしかない。姉様。あほっての日か。変えたいか、奇跡を望むか。あ、気のせい？ち、バカ者！リゼ様がお怪我をされたらどうする？お馬が。ロゼ、橋まで急ぐのだ。橋が焼け落ちている。リゼ様、次期女帝となられる御身でございます。どうかお戻りください。そしてそのご神体をお渡しください。明日その者の命を神に捧げるよう神託が降りたのでございます。我らオデュッセイア帝国のトアの守護神となるために。これ以上近寄れば私はここから飛び降りる。国を滅ぼすおつもりですか？早く。そのご神体は汚れをまき散らしております。汚れではない。これは吸収した薬剤を浄化したもの。ロゼが国を守護した証だ。姉様、ありりがとうございます。もう十分です。私の命は明日で尽きる運命。ここで姉様が危険を冒す必要はありません。最後に一度外に出れて、私は幸せです。姉様には国を治める使命があるのです。どうかこの手をお話しください。渡さない。母なき今、私は全てをかけてこの国を守ってきた。どんな辛い時でも耐えてきた。それができたのはそなたがそばにいてくれたから。国の存続のためにそなたが殺される、そんなことになったら、私はもうこの国を愛することなんてできない。姉様、ロゼ、運命を変えよう。そなたがあの塔から解放され、生きてゆける唯一の方法は、私とそなたが双子ではなくなること。姉様、これでやっと16年も幽閉されてきたそなたに対して罪滅ぼしができる。亡き私に代わってそなたが次期女帝の座を引き継ぐのだ。姉様。おすすめ動画はこちらです。グッドボタン、コメントもお願いできると嬉しいです。